のこの方です。石橋貴明さんとのクイズ対決で自分の答えれそうな問題を答えることができず後悔している伊集院光さん。うわぁ、日ハム問題じゃん。押してんのよ。する人、あ、初めて見てみたかもしれない。悔しいんだよ、やっぱり伊集院さん野球ネタ大好きだから、ね、高さに勝ちたくて。アベマです。